はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちらの松川カレイっていう魚をさばいてお刺身で食べていきたいと思います。結構珍しいものだと思うので、ここでちょっと紹介したいと思います。なんで松川っていうかっていうと、この皮が松の幹の表面に似てるから松川っていう説がありますね。というわけで、こちらを今からさばいていきましょう。じゃあまずは鱗を取っていくんですけど、この松川カレイね、一貫性鱗がめちゃくちゃに硬いので、これはすき引きという方法で鱗を取っていくことになります。すき引きっていうのは、鱗とその下にある皮の間に包丁を通して鱗を取り去るっていうやり方になってます。というわけでやっていきます。すき引きはですね、切れ味のいい包丁を用意していただいて、ギコ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 と尻尾から頭にかけて動かしていきます。こんな感じで途中経過なんですけど、ここら辺がね、ちょっと身に入ったかなっていう部分で、ここら辺がうまくいってる部分になりますね。なるべく身に行かないように、優しく優しく包丁を進めていきます。はい、こんな感じですね。これを表と裏全部にやっていきます。はい、じゃあこんな感じで表側はだいたい鱗が取れたので、今度は裏側も同じようにすき引きをしていきます。おお、うまくいった。めっちゃうまくいった。はい、じゃあ裏面もね、ある程度取れましたので、一度こちらを水洗いしていきます。そうしましたら、こちらを今から5枚おろしにしていきます。5枚おろしはですね、ここに1本ピーッと線があるんですけど、ここに包丁を入れまして、左右で身を剥がして、裏も同じようにやっていきます。5枚おろしは結構久しぶりなので、うまくいかないかもしれないんですけど、うまくいかない場面も含めてもう全部お伝えします。まず1本入れまして、そしたら骨に沿って包丁を滑らす。こんな感じですね。ちょっとね、うまくいかないですね。この縁側の部分がね、もっとよく取れるようになるといいんですけどね。ちょっと残っちゃいました。反対側も同じようにやっていくんですが、さっきはね、この縁の部分、ここにラインを入れてなかったんですよ。なので、ここに1本包丁を薄くでいいです。薄く入れておいて、で同じようにさばいていきます。こんな感じですね。ちょっと内臓が臭いので取り出しちゃいます。これ内臓が臭いんじゃなくて、カニ食ってたんですよ、このカレー。胃の内容物が腐ってて、めちゃめちゃ臭かったっていう話でした。じゃあね、続いては裏もやっていきます。さっきは出刃包丁でやったんですけど、もしかしたら柳でやった方が、この縁側の部分がね、取りやすいと思うので、次は柳でさばいていきたいと思います。ここに1本、ツーッと入れまして、ちょっと端っこはね、ガイド入れちゃいます。で、縁側の部分ですね。縁側の部分に1本、表と同じように包丁を入れていきます。さっきよりね、やっぱり縁側が取りやすいですね。綺麗に取れました。で、反対側も同じようにさばいていきます。はい、こんな感じで1、2、3、4、5枚で5枚おろしの完成になります。そしたら一応こちらは後で置いといて、こちらのね、皮を引いてお刺身にしていきます。はい、こんな感じですね。そしたら縁側を手でピロピロっと取って、この2つの柵を今からお刺身にしていきます。はい、大豆も作ったので、お刺身切って盛り付けていきましょう。
結構身にね弾力があるような魚ですね。なので薄く切ってもいいかもしれないですね。薄く切って盛り付ける。はい、これで松川ガレイの姿作りの完成というわけで食べていきましょう。よいしょ。いやもう本当にね、松川ガレイ食べるのすごい楽しみにしてたんですよ。じゃあこちらからいただきます。今回はね、わさび醤油と塩レモンで食べていこうと思うんですけど、最初にわさび醤油から。これはうまいぞ。ガレイの刺身を食べたことのある方は多分わかると思うんですけど、カレーって独特の匂いがあるじゃないですか。あれが全く感じられないです。でどちらかっていうと、まあ、僕もあの香りはあんまり得意な方じゃないので、この香りがなくてしかも旨味が強いっていうこのカレーはやっぱりね、高級魚だけありますね。塩レモンで食べていきたいと思います。ちょこっとねレモンにつけて、お塩つけていただきます。うん、断然塩。これはね、塩で食べてほしい。いや、魚の旨味がね、よくわかりますよ、塩だと。レモンのね、香りもとっても爽やかで、縁側も、やっぱり塩レモンで、いただいちゃいましょう。いただきます。うわぁ、もう噛んだ瞬間に、油と旨味が、じゅわーっと溶け出てきて、本当にね、これは食べてほしいぐらいの美味しさですね。僕こんなにうまいと思いませんでしたね。というわけで今日はですね、松川カレーをさばいてお刺身にして食べていきました。身のうまみがね、そこらのカレーとは違いますね。今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。